で 3D 映像を見ることができて、しかも通常の携帯として使う時にも貼ったまま液晶保護シートとして機能できるのは世界中でこの PIC3D2 だけです。そして無料ダウンロードしていただける専用アプリの PIC3D2 プレイヤーを介して YouTube にアップされているサイドバイサイドの 3D 映像が見られるだけでなく、家庭用 3D カメラで自分で撮った画像や映像を iPhone で 3D で見ることもできます。このアプリと連動させることで初めて先ほどご紹介したシートを楽しんでいただくことができます。 PIC3D2 が開く扉の先に気軽に 3D 映像コンテンツをいろいろな方々が楽しめるコンテンツのプラットフォームを築いていくために、これからもご尽力いただければと願っております。それでは古谷様、一言お願いいたします。こんにちは、古谷と申します。この「映像作家100人」っていう本を、今年で7年目なんですけれど編集している古谷と申します。よろしくお願いします。この本7年もやってるんで周りに映像作家の人がいて、さっきのプロモーション映像を作ってくれた細金君とかもそうなんですけれども、映像作家っていうのはすごい新しいソフトとかガジェットがもう大好きなので、きっとこの PIC3D2 もすごい興味を持つと思っています。みんな、このシートを使って、気軽に 3D 映像をたくさん作っていくと思います。そんな状況を楽しみにしている感じです。僕からは以上です。古谷様、ありがとうございました。そしては、課金の仕組みとはまだ考えてないんですけれども、クリエイターの方が作られたさまざまな 3D のサイドバイサイドのコンテンツを我々のホームページの方で上げて、いろいろな見せ方をして、盛り上げていきたい、見れる方に楽しんでいただけるような場を作りたいと思ってます。ただ、その中で、いろいろなコンテンツの、メーカーさんの方から、有料で見れるようにしたいというお話も個別にはいただいております。でそこの部分についておそらく SDK を使って、我々のプレイヤーに対応したそのコンテンツメーカーさんのプレイヤーというような形にしてお渡しして、課金の方はそのコンテンツメーカーさんの方でということに多分なるんだろうというのが今までの話の流れです。大体普通の例えば今後ろにあるような JVC さんのカメラだったりとか富士フィルムさんのカメラに撮るとフルハイで撮られてしまうので、それですとそれは1920の1080だと残念ながら今この iPhone 4S とか iPad とかパフォーマンス足らなくて再生できないんですね。で今どのサイズを推奨しているかって大体僕はですね720から800ドット程度ですで、サイズ的に言うと約そのカメラで撮られたサイズの約10分の1程度の圧縮サイズになりますので、例えばその1ギガ撮られたら大体100メガぐらいのというふうにお考えいただければいいかと思います。